ちゃんは大きくイメチェンをして自分を姫と言い張っていますが、メアちゃんは姫状態のルシアちゃんをどう思いますか。あの今日はねお姫様の格好で来てくれたんですけど、どうですか、メアさん。あのルシアねだいぶイメチェンして髪の毛緑からピンクになってますけど。胸の方はイメチェンしなかったんですか。やめろ。いやめっちゃ可愛いな、なんかこの、服とかいいっすよね。いや可愛いよね。髪色もめっちゃさ、もうなんか、もう真反対くらいに変わったじゃないですか。まあそうだね、髪色も髪型も、だから胸も真反対くらい変わってるんじゃない。ウィンクも可愛い、ね、可愛いし、やっぱり、しかもあの髪型もね、2サイドアップでこうおしゃれな感じでね、可愛い、おしゃれな感じの。でも胸も真反対でアップデートされてもいいか。でもそのさ、服のその肩の下、なんか腕にかかってるそこのレースとか、やっぱり結構好きですね。でもそこに、こう真ん中にこうクロスされてるところに多分おそらく、まあ他の人だったら谷間が見え、まあでもなんかすごい可愛いですよね。いやもうそう、あのいやあのなんかね、あのルシアがツイッターで上げてたの見たんだけど、その衣装で巨乳になってるコラ画像みたいなやつをルシアがえ、コラじゃん、あげてて、あのコラじゃない、コラじゃない、なんかすげえ似合ってなくて、違うよ、妄想だから、コラじゃない怖いよ、その顔怖いな。ルシアって巨乳だよな。二人には見えてないんだ。あ、うん、僕たちちょっと視力が悪くてさ、最近あの眼科にかかってんだよね、あ、でもなんかよく見たらうっすら影のようなものが見える気もするし、うっすら見えなくもない気もするし、うっすらじゃない、心の綺麗な人しか見えない、この巨乳は。すごい巨乳だな、もう燃えるぐらいある、すごい、ボインボインなんで、ボインボイン、すごい、ナイトカップ、なんか胸よりなんか鎖骨部分の方が影入ってるように見えます。確かに鎖骨にすごい影入ってるね。ちゃんなんかダメだわ、多分あれだよ、もうなんか多分汚れた。あ、じゃあルシアさんにちょっと後でメアさんの住所を押しますね。あ、後でちょっとピンポンしてもらって、すいません、なんか皆さん、よかったね、あの放送終わったら多分ルシアがお家に遊びに来るよ、よかったね。そっか、チェンいやでもこれはでもほらここでさ、ボインバインになっちゃったらさ、やっぱ違うじゃん。まあ確かにね、あのやっぱルシアがあの、まあ、虚構の胸と書いて巨乳だから好きっていう人ももちろんいますから、虚構の胸と書いてね、一回言いたいこといっぱいあるけど、ちょっと一回飛ばすわ。分かった。メアちゃんさ、はい、言うんだ、言うんだ、飛ばすわって言いながら言うんだね。喧嘩腰、言いたいこといっぱい、ちょっと魂にあったんだけど、いっぱいあった中でピックアップしたのが、メアちゃんなんだけど、メアちゃんさ、はい、結構さ、なんか、苦しそうじゃん、バインバインで。それさ、ちょっとさ、くしゃみしたらさ、その服破れちゃうんじゃないの。あ、でもなんか私あのペチャパイに憧れててですね、ペチャパイ、そう、私最初はペチャパイにするつもりだったんですけど、はい、そう、なんかあのでかくなっちゃって、やっぱあの発育って止められないじゃないですか。そうか、メアもそんなに育つつもりはなかったんだね。あの、そう、私はもともと貧乳に憧れてて、そう、もういいなってやっぱり思いましたね。だからそういうなんか破裂しちゃいそうとか、まあ確かにそうだし、肩も凝るし、まあだからなんかルシアさんが言うこともよくわかりますよ、なんかね。そうね、胸大きい人ってやっぱりこう谷間に汗かいたりとか。やめて。やめましょう、やめましょう、ルシア助けてあげて、やめましょう、やめましょう、やめましょう。こちらのお話はこれ以上、はい、あ、じゃあルシアにね、解散です。